バリーラ・マー・ボンズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド出身の元プロ野球選手、コーチ、左投げ左打。MLB 歴代1位記録となる通算762、本類打、シーズン73本類打、長打率、863、出塁率、609、オプス1.42に、史上唯一の500本類打500盗塁など、 そのキャリアを通じて数々の記録を残し史上最も偉大な野球選手の一人とされる栄養補助食品会社バルコの薬物集分の捜査に関連して司法妨害罪と自身の薬物使用について嘘の証言をしたとして偽証罪で起訴され2011年4月13日に司法妨害罪の有罪判決を受けたが2015年4月にサンフランシスコ公裁が 司法妨害罪の無罪判決を言い渡し、同年7月に無罪が確定した。MLB における通算及び、シーズン本塁打記録保持者という実績を誇りながらも、上記の薬物使用疑惑における負のイメージの影響を受け、同じく薬物使用疑惑の付きまとう、ロジャー・クレメンス同様、有資格を得ながらもアメリカ野球伝導入りは、果たされていない。 父のボビー・ボンズも元 MLB 選手で300、本類打300盗塁を達成しており、史上初の親子で達成した選手である。MVP1 回本類だ、大4回のレジー・ジャクソンはいとこにあたる。名付け親は、本類だ、大4回盗塁王4回のウィリー・メイズ。カリフォルニア州、リバーサイドで生まれ、サンカルロスで育った。3人兄弟の長男。幼い頃は、 父が所属していたサンフランシスコジャイアンツの本拠地キャンドルスティックパークに通い試合をダグアウトから見ていたというサンマテオのフニペロセラ高等学校に入学し野球の多バスケットボールアメリカンフットボールで優れた才能を発揮した野球においては入学当初は新人チームに所属し あとに1980年から1982年までの3年間選抜チームのメンバーとして活躍した。高校通算打率404、3年時には467を記録し、高校全米選抜チームに選ばれた。1982年の MLB ドラフトで、ジャイアンツから2巡目に指名を受けるが、球団側の契約金7万ドルという提示に対し、 7万5000ドルを要求したため、折り合いがつかず、アリゾナ州立大学へ進学。大学では3年間で打率、347.45本類が175打点を記録した。1984年には打率、360.30盗塁。1985年には打率、368.23本類が66、 打点を記録し、同年スポーティングニュースの全米選抜に選出された。大学オールスターには3年連続で選出された。大学2年時には、カレッジワールドシリーズにおいて7、打数連続安打という NCWA の大学記録に並び、当時のチームは1996年に、カレッジワールドシリーズにおける最高チームに選ばれた。1986年に大学を卒業し、 犯罪学の学位を取得した。また、ASU オンデックサークル MVP も受賞した。また、大学リーグでありながら非常にマイナーリーグに近いレベルとされているアラスカ夏季大学野球リーグのアラスカゴールドパナーズのメンバーとしてプレーしたこともあった。1985年の MLB ドラフトでピッツバーグパイレーツから一巡目に指名を受け入団。同年は、 A 級で7月の月間 MVP に選出されるなど、打率299.13本塁打を記録。1986年はトリプル A 級で打率311.7本塁打、出塁率435の高成績を上げ、メジャー昇格を果たす。5月30日のロサンゼルスドジャース戦に1番センターとして先発出場し、メジャーデビュー。 16本塁打、48打点、36盗塁、65、支給はいずれもリーグの新人選手で最高だったが、キャリアワーストの打率、223.10に三振に終わる。2年目での慌ただしい昇格と、与えられた背番号が敬愛するメイズと同じ24、でなかったことが、成績の低下を招いたとして、球団に不満を訴えた。 ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では6位に入る。1987年は希望通り背番号を24に変更。開幕直前にアンディ・バンスライクの遺跡に伴いレフトへコンバートされる。バンスライクとの左中間コンビはフィールドの外では良好な関係を築くことはなかったが、試合では連携を見せ広い守備範囲をカバーした。同年は十五本塁が十九打点、十二。 盗塁の成績。九百八十八年は打率。二百八十三点二四本塁打を記録。九百八十九年は打率。二百四十八点一九本塁打。五十八打点と、やや不本意だったが、リーグ二位の十四補殺を記録した。シーズン終了後に、ドジャースのジェフ・ハミルトン、ジョン・ベッテランドとの一対二の交換トレードの噂が流れるが球団は否定し、 結局トレードが行われることはなかった。1990人は前半戦で打率340.15本類が24盗塁の高成績でオールスターゲームに初選出される。後半戦は打率261ながら18本類二28盗塁を記録しシーズン通算で打率301.33本類が、114打点。 リーグ3位の52盗塁、リーグトップの超打率。565の成績で、史上2人目の30本塁が50盗塁を達成するなどチームの11年ぶりの地区優勝に大きく貢献。シ,ンシナティレッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。167と振るわず、チームは2勝4敗で敗退した。MVP の投票では、チームメイトのボビー・ボニーヤを抑えて初受賞し、 シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞も獲得した。1991年は打率29、292.25本塁打、116打点、107、死球、リーグトップの出塁率、410を記録し、チームは、地区連覇を果たす。アトランタブレーブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、打率、148、本塁打、打点ともに0とまたも振るわず。 チームは3勝4敗で敗退した。MVP の投票では、首位打者を獲得した、テリー・ペンドルトンに次ぐ2位に入り、2年連続で、シルバースラッカー賞、ゴールドグラブ賞を受賞した。1992年は打率、311.34本塁が、103打点、39盗塁、いずれもリーグトップの109得点127支球、出塁率、 456、長打率、624オプス、1.08032、敬遠を記録して2度目の30本塁打30、投塁を達成し、チームは、畜産連覇。前年に続きブレイブスと対戦した、リーグチャンピオンシップシリーズでは、第6戦で、ポストシーズン初本塁打を放ち3勝3敗のタイに、戻す。 最終第7戦は2から0とリードして9回裏を迎えたが1点差に迫られた後の2万塁からフランシスコ・カブレラに逆転サヨナラタイムリーを打たれて敗退。打球を処理しサヨナラのホームインを阻止しようとレフトから本塁へ送球するが及ばず試合終了後に呆然としている姿をテレビカメラに映されている。2度目の MVP を受賞するがボンズ以外にも ダグドレーベックと主力選手の年俸が高騰し、再契約は難しいとの見方が出ていた。オフにフリーエージェントとなった。1992年12月8日にジャイアンツと総額、年俸ともに当時史上最高額となる6年4375万ドルの契約を結んだ。翌年以降パイレーツはポストシーズンどころか2012年まで20年間に渡り、 勝率5割にすら届かないシーズンが続き、ボンズの呪いではないかと言われていた。1993年のボンズ当初は、球団の永久欠番となっていたメイズの背番号24を着用する予定であり、メイズ自身も快諾していたものの、ファンや地元メディアの十分な賛同を得られなかったため、ジャイアンツ時代の父ボビーと同じ25を着用することとなった。 1993年は10月1日のドジャース戦でキャリアハイの7打点を記録。打率336、いずれもリーグトップの46本塁打123打点、出塁率458超打率677オプス1.136の成績で最多本塁打、最多打点の2冠を獲得。チームはニーブレーブスに 最大10ゲーム差をつけるなど地区主位を独走していたが、9月7日から8連敗を喫して逆転を許す。シーズン最終戦を前に同率で並ぶが宿敵ドジャースに大敗して1ゲーム差で地区優勝を逃した。2年連続3度目の MVP を受賞し、ジョーディ・マジオやミッキー・マントルなど往年の名選手と肩を並べた。 1994年は8月2日のレッツ戦で自身初の1試合3本塁打を記録。MLB 選手会の1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが打ち切られたが打率312.37本塁打81打点リーグトップの74支球を記録し MVP の投票で4位に入った。同年 ジェームズ・ウッズとアン・アーチャー主演の映画ジェイエンズ・ハウスに、父・ボビーと共に本人役で出演した。1995年は、キャリア唯一の全試合出場を果たし、打率294.33本塁が104打点31盗塁、共にリーグトップの124球、出塁率431オプス1.009を記録し、 自身3度目の30本類打30盗塁を達成。1996年は4月27日のフロリダ・マーリンズ戦で、ジョン・バーケットから通算305本類打を放ち、メーズ、アンドレ・ドーソン、父・ボビーに次いで、史上4人目となる300本類打300盗塁を達成。打率、308.42本類打、129打点40投類、40盗塁。 リーグ記録を更新する151支給の成績で、1988年のホゼカンセコに次ぐ、史上2人目の40本類打40盗塁を達成し、MVP の投票で5位に入る。1997年は打率29、291.40本類が101打点、37盗塁、4年連続リーグトップの145支給を記録して、 父と並ぶ通算5回目の30本類打30、投塁を達成し、チームの地区優勝に貢献。フロリダ・マーリンズとのディビジョンシリーズでは打率。250、本類打0に終わり、チームは3連敗で敗退した。MVP の投票では前年と同じく5位に入った。1998年は5月28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で2点ビハインドの9回。 表西満塁の場面で敬遠支給。8月23日のマーリンズ戦で通算405本塁打を放ち、史上初の400本塁打400盗塁を達成した。打率303.37本塁打122打点28投塁を記録し、さらに通算8度目となるゴールドグラブ賞を受賞し、MVP 投票では8位に入った。 1999年のスプリングトレーニング時に、例年より体重を増やした状態で登場。同年は、好調なスタートを切ったものの、故障で2ヶ月近く離脱した影響で102試合の出場に止まり、打率262.34本類が83打点と不本意な成績に終わる。ピークは過ぎたと見られることもあったが、355。 脱数で34本塁打を放っており、本塁打率は自己最高を記録している。同年の MLB オールセンチュリーチームの投票では、外野手部門にノミネートされたものの、当時の現役野手で唯一選出された、ケングリフィージュニアに阻まれ、選出には至らなかった。セーバーメトリックスの創始者であるビル・ジェームズはボンズを90年代最高の野球選手として評価しているが、 これについて、ボンズは、私の見た中で最も正当な評価をされていない、野球選手であろう。グリフィーは、すごい人気があるが、ボンズの方が断然に優れた選手であると異論を唱え、ボンズについて、当時の時点で、史上16番目に、偉大な野球選手としている。また、将来的に歴史上五史に入る偉大な野球選手となるだろうとも言及している。また同年は、 スポーティングニュースの選ぶ100人の偉大な野球選手のランキングにおいて当時の現役選手としては最高位となる34位に選ばれた。2000年は打率306.49本塁が106打点超打率688リーグトップの117支給を記録しチームの3年ぶりの地区優勝に貢献ニューヨークメッツとのディビジョンシリーズでは打率 176とまたも振るわず、チームは1勝3敗で敗退した。MVP 投票では、チームメイトのジェフ・ケントに次ぐ2位に入った。2001年は4月12日から6試合連続本塁打。その間4月17日のドジャース戦で、通算500本塁打を達成。5月17日から再び6試合連続本塁打。5月19日のブレーブス戦。 9月9日のコロラドロッキーズ戦で1試合3本塁打を記録。10月5日のドジャース戦で、ボクサンヒロシから71号本塁打を放ち、マーク・マグワイアの70本塁打を更新するメジャー記録を受立。打率、328.73本塁打、137打点、共にベイブ・ルースのメジャー記録を更新する177支給、超打率。 863の成績を残す。しかし、打点王は取れなかった。シーズン最終戦の日の朝、アメリカはアフガン侵攻を開始したが、テレビ局ニュース記者によれば、アメリカ国民は誰もアフガンなんて興味もない。ボンズのホームランに夢中だった。チームは地区優勝を逃したが、史上初となる4度目の MVP を受賞した。守備につく、ボンズ二千二年は、 開幕から2試合で4本塁打、9打点を記録。その後も8月27日のロッキーズ戦で3本塁打を放つなど好調を維持し、打率370.46本塁打、110打点、いずれもメジャー記録を更新する198支給出塁率582.68敬遠支給を記録して、自身初の首位打者を獲得し、 チームのワイルドカード獲得の原動力となる。ブレイブストのディビジョンシリーズ、セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、K4 本塁打を放ち、チームは13年ぶりのリーグ優勝。自身初出場となったアナハイムエンゼルスとのワールドシリーズでは打率、471.4本塁打を記録する活躍を見せるが、シリーズ記録の13支球と勝負を避けられ、 チームは3勝4敗で敗退し、移転後初のワールドチャンピオンはならなかった。2003年は、父、ボビーの死去もあり、若干パフォーマンスが落ちたものの、打率、341、45本塁が、90打点を記録。ケントが移籍したこともあり、相変わらず勝負を避けられることは多く、61、敬遠は、 前年に自身が記録したものに次いで歴代2位だった。また6月23日のドジャース戦で通算500盗塁を達成したことで同時に史上初の500から500を記録した選手となった。前年に続けてチームはポストシーズンに進出したが地区シリーズでは4試合で8死球と歩かされ敗退した。2004年は打率362、45本塁打。 101打点を記録、40歳で2度目の首位打者を獲得した。また以前にも増して徹底的な支給攻めにあい、120、敬遠を含む232の支給を記録。出塁率は6割を超え、オプスは1.422を記録し、4つの MLB 記録を更新。9月には、史上3人目となる通算705本塁打を達成した。2005年は故障で、 シーズンの大半を欠場。9月になってようやく復帰したが、わずか14試合の出場に終わる。これはジャイアンツにとって大きな誤算となり、1996年以来9年ぶりの負け越しを記録することとなった。2006年には5月28日のロッキーズ戦で715号を放ち、ベーブルースの記録を更新。 シーズン全体では130試合に出場し打率、270、26本塁打、77打点に終わり、さらなる体重増加により、守備、走塁能力にも衰えは明らかであったが、115、死球はリーグトップ、38敬遠、出塁率、454は MLB 全体トップを記録するなど、打撃技術は健在であることを示してみせた。 2007年、ロッキーズ戦でのボンズ2007年は、通算本塁打の記録更新が近づいていたため、開幕から注目されていたが、メジャーデビューから22年目の2007年8月4日、ペトコパークのパドレス戦で、ハンク・アーロンの持つ755本の、メジャー通算本塁打記録に並ぶ。それから3日後の8月7日、AT&T パークのワシントン・ナショナルズ戦で、 マイクバシック投手から756本目となる本塁打をライトスタンドに打ち込み MLB 通算本塁打記録を塗り替えた。ゲーム中にもかかわらず10分に及ぶセレモニーで新記録を祝い、自らマイクを握って挨拶を行い、父さん、皆さん、ありがとう。と締めくくった。チームメイトとの不和が盛んに囁かれていたが、この時はベンチ総出で祝福されている。 記録更新から約1ヶ月後の9月15日、756号の記念ボールが大方の予想を大きく上回る75万2467ドル20セントで落札された。8月28日にオークションが始まった時点での金額は10万ドルだった。なお、落札者が実施した投票の結果、この記念ボールは参考記録を示すマークをつけて、 野球殿堂に寄贈されることが決まった。9月21日に年俸の高さ、チームの低迷、チームの若返りの方針、薬物問題によるイメージダウンなどにより、サンフランシスコジャイアンツは来季以降の契約を延長しない意思を伝え、シーズン中にもかかわらず対談が決定した。その頃怪我で出場を見送っていたボンズは、26日のパドレス戦にスタメン出場し、 三打数無安打に終わった。結果的にこの日が現役最後の出場となっている。シーズン全体では打率276.28本塁が66打点を記録132支球43敬遠出塁率480は2006年に続いて MLB トップの記録だった。代理人はボンズはプレーする用意があるとの声明を発表し本人も まだ引退したつもりはないと語ったが、公に獲得を表明する球団は出なかった。所属球団のないまま迎えた2009年12月11日、最後まで復帰に尽力してきた代理人が MLB は、もう彼にチャンスを与えないだろう。私もこれ以上、彼の期待しているような仕事をする自信がないとコメント。公式の引退表明こそないものの、以降は、 プレイしない意思を示しており、形式的な手続きをしていないが当年をもって引退した状態となっている。2014年にはサンフランシスコジャイアンツのスプリングトレーニングに特別コーチとして参加した。2015年12月4日、マイアミマーリンズの監督ドンマッティングリーがボンズの打撃コーチ就任を発表した。2016年10月3日、 今シーズン限りでの打撃コーチ解任が発表された。2018年2月6日、フルス・ジャイアンツは、ボンズ在籍時の背番号25を永久欠番に指定することを発表し、同年8月11日のジャイアンツ対パイレーツの試合前に欠番表彰式が行われた。2006年のバリー・ボンズキャリア初期から中期とも言える1990年代においては、 走行手すべてに際立った力を持つ後、ツールプレイヤーであった。30本類だ30盗塁を5度、3割30、本類だ30盗塁を3度、3割40本類だ40盗塁を一度記録している。このうち40本類だ40盗塁は、ホセカンセコ、アレックス・ロドリンゲス、アルフォンソ・ソリアーノ、そして、ボンズの4名しか達成者がいない。守備では、 ゴールドグラブ賞を8度獲得した。とりわけ、1997年のオールスターで、デビッド・コーンとイバン・ロドリゲスの黄金バッテリーから、盗塁を奪ったことで、ボンズの高い総力を再確認したファンも多い。ESPN とスポーティングニュースは共に、90年代最高の選手としてボンズを選出している。通算七度の MVP のうち、この九十年代に三度を獲得した。 2001年のシーズン73本塁打を筆頭に2001年からは出塁率500以上、長打率700以上を4年連続で記録した。この2つの数字を足したものであるオプスにおいても1.200以上を記録。2004年には出塁率609、長打率812を記録しオプスは MLB 記録の1.422を記録。 死休記録は自身が3度更新、経遠数は2度更新、出塁率も2度更新した。年間1 0 3三に達したのは、キャリア1年目の102三審だけで、2001年に73本塁打を記録して、以降は本塁打率が大きく上昇したが、2004年には三審よりも本塁打の方が多いという記録を残した。 なお、シーズン73本塁打を打った2001年のシーズン以外は50本塁打以上を記録したことはない。NPB のシーズン本塁打記録保持者である、ウラディミール・バレンティンも60本塁打のシーズン最多本塁打記録を有しながら、当該シーズン以外では40本塁打以上を打ったことがない。無双者での敬遠が41度、2ストライクを取られてから敬遠されたことが5度ある。 また前述の通り、1998年5月28日のダイヤモンドバックス戦では9回ツーアウト満塁から敬遠された。打力を物語る話として、新人時代にこんな総話がある。パイレーツにドラフト1位指名を受けたその週に、ピッツバーグに招かれ当時の本拠地3リバーススタジアムで打撃練習を行った。 その際、引っ張って15球中11球をスタンドに放り込んだところ、それを見ていたコーチの一人が、そんなのは、左打者ならみんなできると言った。すると、じゃ、これを見てみな、と、リフトへ策声を連発した。野球における感もズバ抜けており、ある試合で、ジャイアンツ打線が、相手投手に手玉に取られていたとき、ツリと、グラブの角度が変わったら、スライダー、まっすぐなら、 速球だよと言った。チームメイトは違いがわからなかったがボンズはその後の数球の球種を的確に言い当てた。大学時代からチームメイトをり好みし、一英時代のルームメイトは彼の不尊な態度に豪をに癒して同居を拒否し、また他のチームメイトも陰口を叩いていたという。マイナー時代、パイレーツにドラフト一巡指名を受け、ルーキーイヤーに一英のチームに合流した初日。 監督室にノックもせずに勢いよくやってきて、俺はバディ・ボンズ、ドラフト1位選手だとぶしつけな自己紹介をした。当時の 1A 監督であったエド・夫ッは、そんな、ボンズの顔を睨みつけ、私はエド・夫ッでお前さんの監督だ。それが分かったなら、とっととこの部屋から出て行きやがれ。それにノックする気がないのなら、二度とここには入ってくるな、と怒鳴りつけたという。 オットーの新人教育は厳しく、大事な試合でも守備で対マンプレーを見せた時には、容赦なく、ベンチに引っ込めることもあった。しかし、大学時代からボンズを甘やかしたと言われるジップ、ボビーとは違う厳格な接し方は、次第にボンズの尊敬を勝ち取っていき、シーズン終盤には、オットーと20分の予定のミーティングを2時間にまで、伸ばして話し込む間柄になっていたという。また、 夫によって、クラブハウスでの礼儀作法やメディア対策を伝授されたという。パイレーツ時代に、左中間コンビを組んでいた、バンスライク、さらにジャイアンツ遺跡当時のサンルイッシュマット・ウィリアムスは、ベテラン選手にも軽口を叩くボンズを、チームメイトの前で怒鳴りつけたこともある。1997年から2002年までの間3.4番コンビを、組んでいたケントとは、犬猿の中で、 お互いに試合におけるパフォーマンスは認めていたものの、しばしば口論する姿が見られており、2001年にはベンチで掴み合いの乱闘をする姿を公にさらしている。ロッカールームでは隣り合うロッカーのほか、専属トレーナーにもロッカーを割り当てて、シャワールームに一番近い壁際のロッカーすべてを自分で閉めており、自分専用のソファーと大型テレビも置いて、この専用ソファーに チームメイトが勝手に座った時、そのチームメイトを怒鳴りつけたことがある。投手が MVP になるということは野手に対する侮辱である。ワールドシリーズで MVP を取れば良いじゃないか。ルースの頃は白人しかいなかったんだから基本的に認めていない。MLB 史上最強の打者は俺だなどの発言もある。ジャイアンツに FA 移籍した初年度のスプリングトレーニング初日。 彼はクラブハウスに到着するなり、各ピッチャーを指さして、お前にも、お前にも歌詞があると言い続けたと言われている。歌詞というのは、パイレーツ時代に打ったという意味で、それは、ボンズ流の一風変わった、自己紹介だった。2001年4月17日に、通算505本塁打を達成した後日、パイレーツ時代の GM だった、シドスリフトから祝福の電話をもらった時には、あんたが早く、 俺をメジャーに引き上げてくれていたら、もっと早く到達できたんだがねと言い放ったという。このようなことから、多くのチームメイトは、彼の不尊な態度に不満を漏らしており、チーム内でも孤立しがちであるとされる。しかし、全米の注目を一心に浴びる中で放った、新記録の756号となると、話は別であり、 戦術のようにチームメイトは元より地元のファン、相手チームまで球場一体となって祝福ムードに湧いた。ボンズはマスコミ嫌いでもある。不審に陥っている時のロッカールームでのインタビューでは、記者が凍りついてしまうほどの緊迫した雰囲気であり、質問に対しての受け答えにおいても、放送禁止用語が混ざってしまうこともあるほど、 本国アメリカでは多くのマスコミを敵に回しているため否定的な報道が多いが死んでからでないと認めてもらえないのかと涙を流したこともあったという。1990.19921993年と MVP を獲得するパフォーマンスだったにもかかわらず、1991年に MVP を逃したのは記者との対立のため投票で不利になったためとも言われている。 1998年のマーク・マグワヤとサミー捜査のシーズン最多本塁打記録争いの時に捜査につくマスコミが少ないことや新記録のセレモニーに差があったことについて彼が黒人だからではないかと各所で物議を醸したがボンズも人種差別と指摘した一人である前述の名付け親でもあるウィリー・メイズを尊敬しているパイレーツ時代までは彼と同じ 背番号号24をつけていた。ジャイアンツへの移籍の際に、背番号として、すでに永久欠番になっていた24をつけたいと言ったのは前日の通り。2007年のオールスターゲーム前のセレモニーに、メイズが登場した時も隣に寄り添っていた。時に、ユーモラスなジョークなどを言ったりもする一面もある。歴代本塁打記録の更新が注目された2007年には、 記者にそのことを問われると、ポツリと、もっと、バントをしなきゃなと言ったり、友人、知人が少ないことで知られているボンズが、2007年は、新人のフレッド・ルイスを、弟のように可愛がっており、そのルイスが、満塁本塁打を、独立記念日に打ったり、母の日に、サイクルアンダを達成したりすると、祝日にだけ打つつもりかよ、などとからかったりした。友達思いの優しい一面もある。 2001年9月28日、マグワイヤの持つシーズン70本塁打の記録を目指していたボンズはサンディエゴパドレス戦で68号を放ってダイヤモンドを一周した。本塁打を打った好点を指さすパフォーマンスで知られているが、この時はいつもよりとりわけ長く点を指さした。その後ベンチに戻ると泣き出してしまった。試合後の記者会見では、 今日のホームランを亡くなったばかりの友人、フランクリン・ブラッドリーに捧げると語った。亡くなったブラッドリーは10年来ボディガードを務めた親友でもあった。前日の9月27日にありきたりの外科手術を受けて合併症を引き起こして亡くなったというのだった。ありきたりの手術と形容したが、ブラッドリーが受けた手術とは、肥満治療のための消化管手術だった。 アメリカでは肥満の外科治療が大流行しているからこそ、ありきたりの手術と形容したのだが、手術費用は2万5000から3万ドルと言われている。無保険者にとっては、簡単に払える金額ではなく、体重400ポンドと肥満に苦しむ友が治療を受けられるようにと手術費用を援助していたのだった。日米野球で4度来日したほか、長い選手生活においては、 日本や日本人選手と様々な形で関わりを持った。母国では常に薬物疑惑を取り沙汰されるが、取材する側が日本人の場合はメディアに対しても秘策に応じることがある。2002年のシーズンのみであったが、ジャイアンツの元チームメイトである新庄強しは孤立しがちなボンズと会話する唯一の人物であった。新庄は守備練習の時にグラブを手渡しするなどして、 積極的にコミュニケーションをとっていたという。ボンズも打撃練習中に自分が使うマスコットバットを新庄に貸したこともある。翌2003年に新庄がニューヨークメッツに復帰した際や引退後にも好意的なコメントを残している。2007年のオールスターでは同地区のライバル球団ロサンゼルスドジャースのクローザーでもある斉藤隆とロッカーが隣で、 斉藤にバットを一本プレゼントした。斉藤は、バリーは今いろいろ言われていて、最初は身構えてしまったけれど、僕が話したバリーは、とても気さくな人だった。バットのスイートスポットを、あともうちょっと広くしたいとかいろいろ話してくれた。と10回した。また、岡島秀樹とのツーショットも撮られた。松井秀樹とは、松井が FA の講師に迷っていた2002年の日米野球で、 来日した際、メジャーでも成功するうさ。日本と同じジャイアンツに来てほしいなどとエールを送った。また、松井とは、同年の日米野球の試合前に1974年、OVS、アーロン以来の、日米本塁打競争が行われたが、緊張で、本塁打が打てずにいた、彼に、肩の力を抜けとジェスチャーしたり、肩を揉み緊張をほぐす等で気さくに接している。 ヒューストンアストローズの松井和夫には2006年のオフの自主トレの際には自身から声をかけていろいろ打撃に関してアドバイスを送っている。一郎に対しても高い評価をしており、ローズの安打記録を抜くことに関しては賛否両論があるだろうが自分はローズ以上の実力者と認めていると絶賛していた。大沢春はロサンゼルスタイムズのインタビューで 筋肉増強剤の使用は悪いことだと前置きした上でしかし以前は禁止されていなかったのだし第一ステロイドを使用したからといって誰もがホームランを打てるようになるわけではないとボンズの打撃技術を高く評価しているボンズの象徴とも言える AT&T パークのライト場外の海へ直接打ち込まれる本類だはスプラッシュヒットと呼ばれるこのスプラッシュヒットをボンズは 歴代最多の35本を記録した。ボンズの打ち込む、本塁打ボールを目当てに、カヌーで待ち構えるファンも多く、また時には、ウェットスーツに、サーフボードといういで立ちで待ち構えるファンもいる。ボンズが、今まで、数多く記録しているため、一見簡単そうに見えるが全くそうではない。実際スプラッシュヒットからボンズが記録した分を除くと、ビジターの選手が打った分を含めても、 一年あたり約三本しか出ていない。飛距離そのものとしては370フィートほどで可能だが、ライトフェンスは25フィートと高く、常に強い海風も吹いているため、MLB で最も左打者に不利な球場とも言われている。バッティングを行うボンズ2007年により SSK 車製のバットを使用。それまではサムバットを使用していた。スプリングトレーニングでのシダで、 SSK のバットを気に入ったボンズは担当者に自分の使っているバットを手渡し、これと同じように作ってほしいとその場でサンダースを注文したという。このバットは富山県の SSK バット協力工場で生産され、50年以上のバット作りの経験を持ち、また社長でもある元織和義らのバット職人によって行われる。ちなみに長さ86.6センチ。 重量平均9 1 5 0ム、材質はメープルである。大抵のメジャーリーガーは使用するバットにはそれほど神経質にならないと言われているが、ボンズは乾燥度を気にかけ、常に打球音で弾き具合を確認するほどこだわりを持っている。また、2007年からバットの乾燥度を保つジュラルミンケースも使っている。また、バットのグリップ部分にテーピングをクロスしてぐるぐる巻きに、 しているのが好きらしく、しばしば試合中などにバットに巻いてあるのを確認できる。バッティンググラブはフランクリン社製ホームでは手の甲がオレンジ、ビジターでは甲がグレーのものを使用。グラブはウィルソン社製の黒、ネット部分はグレーのものである。打席では肘当てをつけている。足には何もつけていない。スパイクおよびリストバンドはフィラ社製を使用。 バリー・ボンズの父親は戦術の通り70年代に活躍したメジャーリーガーのボビー・ボンズであり、バリーはやるからにはその道のナンバー1になれと言われ育てられたという。また、ボビーはウィリー・メイズとも交流が深いチームメイトであったという経緯からバリーとメイズは出会うこととなる。しかし、バリーは 幼少期からボビーを非常に慕っていたが、野球で多忙だったボビーは家を空けることが多く、一緒に遊んでもらった記憶がほとんどないとバリーは語っている。というのも、バリーが生まれた時ボビーはまだ18歳であったため、バリーの幼少期は後に24歳で、メジャーデビューするまで必死にマイナーでプレイしていた時期であった。後にボビーはアルコール依存症にかかり、 酒が原因で様々なトラブルを起こしてしまい、次第にバリーとボビーは疎遠となっていった。後にバリーが高校、大学と野球で素晴らしい成績を残してもボビーは振り向いてくれなかったという。だが、その後ボビーはケアを受けたことでアルコール依存症を克服。1993年バリーがサンフランシスコジャイアンツに入団し、 ボビーがジャイアンツのバッティングコーチに就任したのを機きに二人は和解することとなった。その後、二人は共に野球人生を歩むことになるが、バリーは戦術の教えである、その道のナンバー1になるつまり、ワールドチャンピオンになることが一度もできずにいた。そんな中、2002年にボビーは肺がんと脳腫瘍を発症し、余命幾くばくもない状態となる。 ボビーの命のあるうちにチャンピオンリングを手にしたいという思いから2002年バリーは必死にプレーし MVP を受賞するほどの活躍をする。しかしジャイアンツはこの年ワールドシリーズには進むもののアナハイムエンゼルスに敗れワールドチャンピオンとはならなかった。2003年バリーは試合以外の時間はボビーの看病をするという生活を続けた。 この年もバリーは必死でプレーし、6月23日、史上初の500から500を達成。8月20日にはボビーがジャイアンツの試合を観戦しに来て、この日もバリーは本塁打を打っている。しかし3日後の8月23日、ボビーはエミン。バリーは、その後1週間バットも握れないほど落ち込んだという。だが、ボビーの死から1週間後の復帰戦では、 ランディ・ジョンソンから本塁打を打っている。この年、MVP を獲得したバリーは、この MVP を父に捧げる。父には本当に感謝していると、涙ながらに語った。2007年8月7日、756号本塁打を放ち、その後10分間の新記録を祝うセレモニーで、バリーはマイクを握り挨拶を行った。自身の家族や、観客やチームメートに、 感謝の言葉を告げ、最後には、マイダットサンキューフォーエブリシングと締めくくった。バリー・ボンズ2000年代以降に体格が突然巨大化したこと、30歳代後半の年齢でパフォーマンスが一気に向上したも1998年まで16.2であったのが1999年から2007年までは9.2と急上昇していることなどから、 筋肉増強剤のアナボリックステイロイドや人成長ホルモン等の運動能力向上薬物を使用しているとの噂が絶えなかった。シーズン73本類だの新記録を作った2001年の時点では薬物の問題は表面化していなかったが、ボンズの体格が劇的に変化したことは当時からマスコミでもたびたび取り上げられていた。プロ入り当時は 体重84キロで98年までは86キロと体格に大きな変化はなかった。それがドーピングを始めたと噂される99年から毎年増加し93キロ、95キロ、103キロと増え続け、そして2007年の MLB 公式サイトの掲載においては109キロにまでなっている。ボンズが薬物に手を出すきっかけとなったのは、 1998年のマグワイアとソーサの本類打量産対決であるというのが通説である。1998年、従来の記録であったロジャー・マリスのシーズン61、本類打を大きく超えるハイレベルな二人の争いに全米中が熱狂した。その一方でこの年に打率30、303、本類打37、打点122、盗塁28という成績を残し、 史上初の400本塁打400盗塁を達成していたボンズはこの二人の影に完全に隠れてしまった。人一,一倍プライドの高いボンズはこのままでは一番でいられない、ホームランを打たないと誰からも注目してもらえないと今までのスピードを捨てて本塁打を打つためのパワーを手に入れようとしたというのである。1998年のオフ、友人のケングリフィージュニアと食事をした際に、 ボンズはそのように語り、ステロイドの使用を開始したことを示唆したとグリフィーが証言している。こうして、この後数々の記録を打ち立てることになる、凄まじい打棒と引き換えに、疑惑はどんどん強くなっていくのである。体格が巨大化する前のボンズ最初に、それを公衆の面前にさらしたのは1999年の春季キャンプでのことで、 前年のシーズン終了時とは見るからに違う体格をしていたボンズに対して地元記者が質問するといつもと同じことをしただけだがやり始めたのが少し早かったとだけ答えている。投与に関わったとされるのは米国の栄養補助食品会社バルコでボンズは1998年半ばから幼馴染みのグレッグ・アンダーソンをウェイトトレーニングコーチとして雇い入れていた。 当時すでにアンダーソンは後に告発されるバルコ社の創設者ビクター・コンテと深いつながりを持っており陸上競技などでは禁止されていた化学薬品をボンズに与えていたという2006年3月23日にサンフランシスコ黒に来るし記者二人によるボンズの薬物使用に関する暴露本ゲーム・オブ・シャドウズが出版された同著では ボンズは1999年から少なくとも5年以上に、ワタリ、クリア、クリーム、HGH、ウィンストロール、デカデュラボリン、インスリン、デカン酸、テストステロン、トレンボロン、クロミット、ノルボレトンと様々な薬物を使い続けたと述べられている。2007年1月11日、ボンズが2006年度の検査で、禁止薬物のアンフェタミンに陽性反応を示していた。 ことが報道された。2003年にバルコ社の禁止薬物の販売に関する大陪審で禁止薬物を故意に使用したことはないという証言についてアメリカ連邦大陪審は2007年11月15日に偽証罪で起訴した。ボンズと同様にバルコ社からドーピング投与を受けた疑惑を持たれていた女子陸上競技選手マリオン・ジョーンズもドーピングしていたことをすでに認めており、 金メダルを返還して引退している。なお偽証罪の直接の素因は薬物を使用したことではなく薬物を使用したにもかかわらず嘘の証言をしたことである。同年12月13日に発表されたミッチェル報告書に実名で取り上げられた。ボンズは報告書作成時の調査に関連した聴取を拒否したことに加え禁止薬物の使用の疑いについて書かれた質問に 対する応答を拒否したとされている。ボンズの裁判は2011年3月21日から始まった。サンフランシスコ連邦地裁の陪審は2011年4月13日、訴えられた罪状4件のうち、司法妨害罪1件の未有罪とする評決を下し、他の3件の偽証罪は陪審不一致で裁判不成立となった。薬物使用が、 意図的なものだったかどうかは明らかにならなかった。元専属トレーナーのアンダーソンは、目標を貫き、ボンズが、そうと知って使ったことはないと証言したので、その容疑を立証しなければならなくなり、困難を極めた。裁判中に証言した1994年から2003年にかけて交際していた女性によると、1999年の肘の故障は、 ステロイドの使用を開始したことによる急激な筋肉増強が肘に負担を与えたことが原因だと語ったという。2011年12月15日に2年間の保護、観察処分と30日間の自宅禁止が言い渡された。また、4000ドルの罰金も課された。2015年4月にサンフランシスコ交際が 司法妨害罪の無罪判決を言い渡し、同年7月に無罪が確定した。薬物疑惑が強まり、ルース、アーロンの通算本類打数に迫るにつれて、ファンや米メディアの反応も厳しくなり、敵地の球場では、別扱いの参考記録を表す、マークやドーピング注射器が描かれたボードを掲げて、ボンズをやじる観客が多数出現するようになった。 ボンズの守っているレフトに注射器が投げ込まれたこともある。ベイブルースはホットドッグとビールでやってのけた。ハンク・アーロンは上品にやってのけた。お前はどうやってやったんだと揶揄されたりもした。一方で選手たちの反応はおおむね正反対である。2007年5月に USA トゥデイ氏が493人の現役大リーガーと469人のファンを 対象に行ったアンケート調査の史上最も偉大なホームラン打者は誰かという項目においてファンの回答で最も多かったのがハンク・アーロンの36%ついでベイブルースの33%ボンズは8%にしか過ぎなかっただが現役選手の72%がボンズと回答しているここにその現役選手たちのコメントを一部列挙する これらコメントに代表されるように、選手たちの間では、ステロイドを使ったからといって、簡単に、ホームランを打てるわけではないとボンズを擁護する意見も、多い。ステロイドの使用を開始した1999年により、前の時点でボンズはすでに殿堂入りに値する、成績を残しており、もともとズバ抜けた実力を持っていた選手であることにも、留意すべきとの意見もある。また、 2007年シーズンにおいても当時、メッツのギレールも持たが、禁止薬物での50試合の出場停止処分を受けているように当初の禁止薬物使用も相当数に上っていることや、ボンズが薬物を摂取していたとされる2000年前後は、まだ筋肉増強剤は MLB の禁止薬物に指定されてはおらず、使用の是非とは別に、ボンズをはじめとした MLB の選手たちは、その当時、 筋肉増強剤を使用することに、ルール上は何も問題はなかったことも事実である。薬物使用が確実視される中での記録達成とあって、周囲の反応が注目されたが、アーロンの記録を破った試合の視聴率はわずか1.1%と、NFL のプレシーズンゲームにも惨敗するありさまで、大多数のファンは無関心、あるいは冷淡な視線で見ていた事実を裏付ける結果となった。 ちなみに、ハンク・アーロンが、ベーブ・ルースの記録を破った時に、NBC が放送した試合の視聴率は 22.、22.3%だった。コミッショナーのバドセリグも、球界の最高権力者という立場上、明言はしていないが、アーロン同様その場にいたくないとの気持ちは隠しようが、ないといった感じで対応に戸惑っていた。言葉では、記録更新の瞬間にできる限り立ち会うつもりでいる。 試合への尊敬、記録の大きさ、この国では全ての市民が有罪とされるまでは潔白であることから、私は彼が記録を更新する可能性があるかを見るために次の試合に立ち会う。記録がタイになった時点で追加声明を発表するとの声明文を発表していたが、否定的なスタンスを取り続けていた。755号を放った試合もセリグは感染していたが、 他の観客と違い拍手もせず、ポケットに手を突っ込んだままの姿で、神妙な面持ちだった。756号を放った試合においては、結局セリグは、ジョージ・ジェイ・ミッチェルと面会するという名目で、球場には、姿を見せず、代理を送っていた。また、この疑惑が強くなる中、他の選手の記録の正当性にも疑惑が示され、実は、シーズン本塁打記録は、 ロジャー・マリスの61本のままではないかという議論も起きた。2005年にはノース・ダコタ州議会がメジャーリーグ機構にマリスの記録が正当であると主張する事態となった。引退後5シーズンが経過し、2013年にアメリカ野球殿堂入り資格を得た。しかし、ステロイド使用が確定しているボンズに対して殿堂入りを認めるかどうかの議論が投票前から盛んに行われた。 ロジャー・クレメンス、サミー・捜査といった薬物使用者も同時に電動入り資格を得たため、ステロイド時代をどう評価するかという個人の問題にとどまらない重要な論争となった。2012年12月に AP 通信が投票有資格者100人以上に対して行った事前調査では電動入りを認めると回答した記者は45%に止まり、 殿堂入りに必要な75%には届かなかった。ニューヨークタイムズも同様の調査を行い、43%がボンズとクレメンスの殿堂入りを認めると回答した。これにより、初年度の殿堂入りは絶望的な状況となった。反対派の中にも、今後考えが変わる、可能性はあると回答した記者も多く、論争の決着がついたとは言えない状況である。 2013年1月9日、電動入りの投票結果が発表されたが、事前の調査よりも少ない36.2%しか獲得できず、電動入りを逃した。電動入りを認める主張としては、ドーピングを始める前から長期にわたって素晴らしい成績を残していた、当時はステロイドが禁止されておらず、ドーピングが蔓延しており、誰が白で、 誰が黒かを明確に特定することは不可能。すでに電動入りした選手や電動入り候補の選手の中にも発覚していないだけで薬物を使用していた選手は確実に存在する。純粋に数字だけで判断すべき。野球電動は負の歴史も受け入れるべきなどがある。一方で電動入り反対派はどのような事情があろうとも薬物使用が判明した選手の電動入りは 認めるべきでないという主張を展開している。また、全米野球記者協会が設けた、殿堂入りの選考基準、記録、能力、誠実さ、スポーツマンシップ、人格、チームへの貢献のうち誠実さ、スポーツマンシップ、人格の3つを満たしていないと指摘される。保持記録合同記録、ありがとうございます。